先ほど石田社長の様から、お話をいただきました。私は腹膜がんです。ステージ4ですが、まあ私も先ほど社長さんの方からも言っていただきましたが、私は生まれてこの方、歌手しか目指していませんでした。歌うために生まれてきたと思っています。ですから必ずステージに復帰します。歌えるためだったら何でも耐えます。苦しくとも痛くても耐えます。耐えた先には必ず春の兆しが見えると思っています。リードボードしさんでこいでしょか幸せ